こんにちは、日本改革党靴沢です。近藤辰彦様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。尖閣は中国領土と NHK 国際ラジオで唐突に叫んだ中国人アナウンサー、その直後に英語で南京大虐殺を忘れるな、慰安婦を忘れるな、731部隊を忘れるなとも叫んでいたそうであります。結構オンパレードですね。世論です。報道テロなのにマスゴミはだんまり、天安門を忘れるな、ウイグルチベットを忘れるな、忘れるも何も捏造やん。いいから雇ってた組織名と本人の名前を出せよと。貧困層のガス抜きに必死の中国共産党、NHK が言わせたまである。 NHK が中共スパイの手引きをしてたんでしょ。他局も一律だんまりなので日本のマスゴミの総意である、NHK は中共のスパイ機関だからこれが本来業務。だいたい中国向け中国語番組って必要か。中共の悪行を世界に示す時だね。ここまで完全に日本は悪と洗脳されてて、なんで中国人は日本に観光に来んだよ。本当に不思議ですね。といっても、こういう洗脳されてんのは一部で、普通の中国人は何も考えずに、美味しい日本食とか言って、来んのかね。慰安婦を忘れるなんて、朝日新聞が捏造しました、サーセンって謝ってんだろうがって。731部隊って悪魔の宝飾の森村誠一がですね、あれはフィクションですって宣言してんだろうがって。南京ってあれね、人口15万人、の南京市で、被害者が30万人っていう、まか不思議な出来事のことですかね。忘れるなと言われましても、私その時、生まれてねえし。生まれてねえし。生まれてたとしてもよ、未成年だったら別に責任ないじゃん。それらのことにさ、1945年当時成人だった方は責任あるかもしんないね。でもその方現在99歳だしね。その中国人 NHK は長くて、22年間も契約してたんだって。いきなりですね、正気、中国人の正気ですけれどもに戻ってね、口走ったのか中共から指令が来たのかって話なんですけど、多分ね、人民動員法に基づく指令が来たんでしょうね。逆らえば家族がどうなってもいいのかっていう親切なアドバイス付きでさ、中国語番組必要か、これは全く不必要です。皆様の受信料と税金36億円で何やってんだと。なんで中国人に提供するための中国語番組作ってんだと。日本人の金で。そんな敵性国家向けの放送するって言うんだったらですね、天安門の真実であるとか、人民軍がウイグルチベットで何やりやがったかなどを放送すべきなんだよ。全く逆のことやってんのも呆れますね。スパイに機会与えちゃってさ、やっぱり NHK は潰すべきですよね。NHK の関連団体が契約していた中国人ということで、関連団体の名前がハンターの手によって明らかになりました。株式会社日本国際放送って会社だそうであります。筆頭株主が NHK で 51.28% 持ってる。NHK だけで日本国際放送の経営方針を決められる株数ですね。以下 NHK グローバル 7.69%、 NHK エンタープライズ 5.12%、 丸紅 5.12%、 伊都中 5.12%、 住友商事 2.56%、ここら辺は中国と関係が深い商事会社ですね。さすが三菱商事は入ってねえな。日テレ 2.56%、 TBS 2.56、 富士 2.56、 テレ朝 2.56、テレ東以外の民放全局が中国人スパイと直接契約してた株式会社日本国際放送の株主でしたわ。こいつらがだんまり決め込んで関連団体の名前をですね隠蔽する理由はこれですね。汚い、私利私欲のため、自分に都合が悪いから、自分に都合が悪いかそうでないかで報道するかどうか決めてやがるっていう。だからテレビ信用されなくなって、
見られなくなっちゃうんじゃないんですか、訴訟に協力していただける NHK 割増金被害者もしくは現在請求されている方を探しています。私にご連絡ください。情報提供ありました子会社の NHK 営業サービス株式会社がNHK ふれあいセンターと称して電話窓口業務を担当してるんですけど、まあ、ここはですね NHK 本体と違って給料は波であります。波の会社並みの給料でありました。まあ、4、500万ってとこですかね。初任給で、400弱でだからまあ17ヶ月分ボーナス 2.5 ヶ月らしいんで22、3万の額面ですか、いろいろ引かれて17、8万になっちゃうな。そうそうな、給料は波なんですけど、まあ NHK 営業サービスね、NHK 視聴者総局、視聴者事業局、マーケティングユニットという部署がですねふれあいセンターにかかってきた電話8500件1日をチェックしてます。まあ営業センター、あー NHK 営業サービスは子会社ですから、子会社に本社にあげたこういう電話ありましたいうのをチェックしてるんですけど、それとは別にツイッターの X に関する投稿も毎日チェックしております。これが驚きの1日1万5000件チェックしてるってすごい労力ですね。一体何人でやってんだろう。 NHK って検索してまあエゴサしてんのかな。でまあババババッと AI かなんかにフィルターかけて、有用なものだけ見てんのかもしれないんですけど、豊島区議員の靴沢が NHK スクランブルデモや NHK ネット聴取反対デモを合計10回行ったことは平社員より上の管理職は全員知ってるそうであります。まあ入ったばっかのやつとか平社員ペーペーは知らないけれども、まあ何主任とか課長とかは全員知ってるって、靴沢のことはデモも知ってるって。 NHK 経営企画局が靴沢とそのデモを完全に無視しろって指示出してんだって全部。NHK 経営企画局っていうのはですね NHK の最高意思決定機関の経営委員会と会長理事会と放送総局視聴者総局の間に挟まるように存在してまして、つまりですね会長や理事ども、なんか部長とかそういう、まあ、幹部なんですけど、経営委員会が議会って思ってください。で議会で対決するのが我々、議員とですね、まあ豊島区長と職員の塊と、議員たちが激突するんですけど、でまあ議員がいろいろ質問してですね、予算まああんまり不満じゃなかったら承認する、流れなんですけど、 NHK もそうで経営委員会っていう議会がありまして、会長と理事ども、まあこれ NHK の生え抜きどもの塊と外部から来てる経営委員っていう、まあなんたらなんちゃら大学の教授であるとかそういう人らが対決する、で決める。で、企画局、経営企画局が全部会長と理事どもに情報をあげるんですよ。間に挟まってて、会長からいきなり放送総局とかにはアクセスできねえようになってる。経営企画局の上げた情報が会長、理事会、経営委員会に届く情報のすべてとなっております。スクランブルデモの情報は経営企画局が握りつぶして会長理事会経営委員会には届いてないですね。議事録いつも見てますけれども、経営委員会のね公開されてますから1ヶ月遅れぐらいですけれども、我々のデモが話題に議題になったこと1回もねえから、ついでにふれあいセンターに番組の苦情を電話しても制作現場には届きません。マーケティングユニットがある視聴者総局と放送総局、放送総局が番組作ってるんですけど、全くの別会社と言ってもいいほど人物、人物金情報の行き来がありません。全然違う会社です。使っている社内システムですね、全く別で情報共有する気がそもそもない。これわざとかもしんない。これ仲良くさせてつるまして固まらせと逆らってくとめんどくせえから
分断支配、個々に、個別激化してんのかもしんない。なので番組への苦情はですね、 NHK 営業サービスふれあいセンターと視聴者総局マーケティングユニットが握りつぶして番組制作現場には届きません。ふれあいセンターは営業サービス子会社ね、給料並み、視聴者総局は本体、マーケティングユニット、握りつぶして番組制作現場には届きません。なのでいくら変更報道とか、変な番組作っても、いくら電話で、苦情言っても届きません悔しいことに、ツイートをですね1日1万5000件見てるそうで、バズってないツイートも見られております。そういうわけでバズってんのだけ見るっていうんだったらこんなに数いかないですから、皆様ふるって NHK 批判をお願いいたします。見られてるとなれば批判する回もあるというもの ですね。12月2日に紙の保険証が廃止、警察庁銀行口座開設の本人確認にも使えなくなります、使えなくしますと発表。まあ新規発行ないんだからいずれ全部期限切れになるから、まあこれは当然かな。警察庁がですね率先して動いてるのはですね、マネロン防止国際条約の絡みだって世論です。マネロン防止のために仕方がない、運転免許で大丈夫だよね。病院に12月2日保険証廃止のポスター貼ってあったわ。写真がないもので本人確認できてた今までがおかしい。保険証の貸し借りしてる税発狂、身分証なくなっちゃうから高齢者が免許返納できないね。そのうち運転免許も統一されるんだろうな。外国人暴れるよ河野太郎強制ではないって言ってましたけれども、まあ運転免許持ってない人も都市部には多数おりますし、マイナカードも持たざるを得ない状況に追い込まれてないかな。まるでクレカがないとですね、ネットでの買い物だの、アニメ視聴の支払いができない、ウェブマネーとかコンビニで買ってるのめんどくせえ、どうにもならない事態に追い込まれていくような感じでね、まあ強制じゃないんだろうけど、こういうの厳しくしないとですね、アメリカがですね、国際的マネロンの抜け穴つくんじゃねえよと、日本でみんななんかやってあれしてるよなんて、うるせえく言ってくんで、しゃあないですね。現行保険証の更新って1年に1回でしたっけ、受け取りとかしなくちゃいけない、マイナカードは5年でしたっけ、こっちの方がめんどくないですね。保険証を貸し借りしてるぜや他の病院の履歴も丸バレになっちゃうから、生活保護や難病指定の人、医療費無料じゃないですか、が病院を何件も回ってですね、同じ薬何個も入手してですね、ネットで売ることもできなくなりますね。こういう界隈が必死で反対してんだよね、知ってますけど。あとはですね、国家に管理されてしまうであるとか、人間を番号で管理するなとか言ってる、体制に逆らう俺かっこいいぜいい年して、なーにが、なーにするんでもやれ、住民票だの納税証明だのってすでに国家に管理されてるよね、もうすでにね、戸籍謄本だとかね、国家に管理されてない人なんかいないよ、そういった国家に保護されないんだからアウトローでしょ。ちなみに私の難病番号51番、全身性拒否症は障害手帳もらえないレベルだそうであります。そんなに日常生活困んねえ。そういえばね、私も50年以上気がつかずに暮らしてましたけれども、やけに手詰めてるよな、貧血のせいかな、思って、まあ疲れっぽいよな、体力ないんだな、レベルで障害者手帳もらえませんでした。ただし申請するとですね、全身性拒否症でもですね、国保負担3割が2割になんだって、3分の2になりますね。ちょっとだけお安くなります。これって拒否症以外の肺がんが再発したとかでも2割になるのかな。保険聞いてもやっぱり肺がんの時は100万以上払いましたんで、私もね。7月の観光客数は329万人で過去最多、前年同月比 42% 増、なんか年間4000万人ペースですね。毎月ちょっとずつ増えてんだって。どこまで行くんだろう。6月7月と右肩上がりで止まることを知らず、国別に見るとですね、長らく1位だった韓国人を抜きまして中国人が1位を奪取、韓国人は2位転落。数ね、数、敵外心を持つ国が1位2位とはネットで話題になりました。世論です。来なくていいのに、嫌いな国に来る、嫌いな国に
来る気が知れん。敵がいしんじゃなくて、妬みすひがみ。韓国人の日本コンプレックスは凄まじいそうだな。なんでわざわざ嫌いな国に来るんだ。こんなの入れてる日本がおかしい。お前らお互いの国旅行しろよ。中国韓国どっちも国がぶっ壊れてるってとこが笑いどころ。近所の百均中国人だらけだが、それお前らの国で作ってるものばっかだぞ。いけませんな。慰安婦を忘れるな、731部隊を忘れるなと叫んだ中国人スパイと違って、来日して日本にお金を落としていくなんて利的行為してはいけませんなって、中国韓国は完全に日本の敵国なんだから、日本観光なんかしてさ、利的行為そのものやんけ。中国共産党もですね、韓国政府もですね、きちんと、日本観光禁止法作らなきゃダメじゃんか。ちゃんとしてよ、もうしっかりしてよ、敵なんだから。今日の単身です。台風10号ゆっくり進んで27日の夜中に、大阪上陸コースであります。成長して強く大きくなっている最中ですので、関西の皆様くれぐれもご注意ください。田んぼの見回りは27日以前に済ましておいてね。パリ五輪でセーヌ川を泳いだ選手の1割が胃腸炎を起こしてました。これにはインド人もびっくり。ガンジス川とどっちが汚いんだって話になってましたけど、死人や重症者とかは出てないよね、まさかね。ちなみに東京五輪では 3% だったそうなんですけど、 3% ぐらいだとですね、まあ外国に来てよ、東京という外国に来てよ、食いつけねえもの食って、ただ腹壊してんだが、水質のせいなんだがちょっと区別つかないですね、 3% ぐらいだと。日経新聞、来月から北九州市と下関市で有観業務廃止。もう採算取れないんだって。日経に有観ってあったんだ、知んねえかったな。紙の新聞思ったより活動停止が近いかもしれないですね。もっともっとですね、紙とインクの値段上がんないかな。こんなのは一般人の生活にあんま関係ないもんね。っていうか新聞の紙と新聞印刷用のインクだけすごく上がってくんないかな。10倍ぐらいに。もうやっていけねえっていうぐらい。久保田亮眼科医、子供を外で遊ばせるだけで近視は改善する。だってマサイ族やイヌイット族の視力 5.0 ぐらいだし、まあ一理ありますね。遠くばっか眺めてると、まあそれに適した目になる。ただしですね、マサイ族もですね、近年ではスマホが普及しまして、スマホばっか見てから、もう5.0 とか 7.0 とか、嘘のような視力ではなくなってるみたいなんですよね。日本人の子供もですね、視力を良くするために外で遊んでこいなんて言ってもですね、外で座ってスマホを眺めてたら、まあ改善しねえよなー、いう感じですか。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターでの NHK 批判、 NHK は見ています。心をえぐるようなこと書いちゃいましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。デトックスジャパン。